一般的なマイクロコントローラの外見マイクロコントローラとは、主に電子機器などの組み込みシステムに使われる集積回路の一つ。電子機器の制御用に最適化されたコンピュータの一種である。略してマイコンとも呼ばれる。パーソナルコンピュータに使われる汎用マイクロプロセッサと比較すると、自己重足性と低価格性を重視したタイプのマイクロプロセッサといえる。 一般的なマイクロコントローラはメモリ全体と用途に応じた IO を内蔵している。汎用マイクロプロセッサの場合、それらの必須の機能を提供するには周辺チップを追加しなければならない。様々な電子機器で使われている。マイクロコントローラは近年のあらゆる電子機器や家電製品に組み込まれているので、パーソナルコンピュータなどで使われる汎用的なマイクロプロセッサより、 はるかに大量に存在している。マイクロコントローラが登場する以前、電子制御分野における制御シーケンスは、アナログ回路や論理回路といったハードウェア的に回路で組まれていたため、手順を一部変更するだけでも、回路の変更が必要だった。それら制御シーケンスを、コンピュータシステムを用いたシステムに置き換えたことから、始まった。プログラム内蔵方式の特徴を生かした。 コンピュータシステムの場合、回路は変更せず内蔵するプログラムを書き換えるだけで制御内容の変更や機能追加が行えるようになった。マイクロコントローラが進化するに従って内蔵する回路が増えていき、外付けにしなければならない部品が減っている。1980年代から1990年代にかけてマイクロコントローラの中でも最も成功したものは8ビットの インテル8051とザイログ Z80 の派生品である。通信機器では1980年代後半から1990年代にかけて MC68000 とその派生品も多く使われた。現在では ARM アーキテクチャと MIPS アーキテクチャの派生製,製品が3 2ビット、組み込みプロセッサの大きな割合を占めている。特に携帯電話端末における ARM のシェアは高く、2006年の情報では、出荷数が年間24億個を超えたとされる。組み込みシステムには4つの基本部品が必要となる。それは、CPU コア、プログラムを格納するメモリ、1つ以上のタイマー、外部周辺機器などと通信するための入出力部で、ある。マイクロコントローラーはこれらが、すべて1つの集積回路に組み込まれている。 マイクロコントローラは汎用 CPU と比較した場合に周辺部品が少なくて済むためコンピュータを組み立てるのが容易である。一般的なマイクロコントローラはクロックジェネレータとラムよびロムを内蔵している。これを動作できるようにするにはソフトウェアをロムに格納して推奨振動子を接続する。マイクロコントローラは様々な入出力デバイスを内蔵している。 アナログデジタル変換回路、タイマー、汎用非同期シリアル通信、または、I2C バス、SP バス、CAN バスといった特殊なシリアル通信インターフェースなどである。これらの周辺デバイスは特殊な命令で制御される。マイクロコントローラといった場合、一般的には CPU 機能とメモリや各種ペリフェラルを内蔵した集積回路を指すが、 CPU 機能のみの短機能集積回路でも、組み込み用途で用いる場合は、マイクロコントローラと呼ばれることがある。これは特に、CPU 機能が8ビットのローエンド製品に顕著で、ある。逆にペリフェラルを内蔵するプロセッサであっても、特に8ビットより、上位の CPU 機能を含むものは、マイクロコントローラとは呼ばずに、プロセッサと呼ばれることもある。マイクロコントローラに対して、 マイクロプロセッサでは様々な周辺チップが必要である。例えば必ずいくつかのラムメモリチップが必要である。全体のメモリ容量は汎用マイクロプロセッサの方が柔軟に変更可能であるがメモリチップは確実に必要でそれらのチップの間の配線も必要である。価格を抑えるため汎用的なコンピュータより機能を必要最低限に絞り ワンチップ化したものがマイクロコントローラである。マイクロコントローラは性能と柔軟性を規制にして低価格と機器設計の容易性を追求したものであるといえる。当初マイクロコントローラは搭載メモリの少なさからアセンブリ言語でのみプログラムが組まれていた。メモリ量や CPU の処理能力が向上すると開発効率の観点から C 言語が使われるようになった。 ホビーユースや学習用途では、蒸気言語より導入がスムーズで初心者にとって理解しやすいベーシック言語インタプリタなどの言語処理系があらかじめロムに書き込まれた反感性製品も存在し、口述のベーシックスタンプなどが該当する。従来 IBM が製造を販売していたマイクロコントローラシリーズ。このシリーズのライセンスはアプライドミクロサーキッズコーポレーションに売却された。 モトローラの半導体事業部が分離、独立した会社。現在は NXP に買収されている。スパンションを経て、現在はサイプレスから販売されている。フィリップスの半導体事業部がファンドに買収され独立した会社で、NXP に社名が変更。ベーシック組み込み、マイクロコントローラマイクロコントローラに、ベーシックインタプリタ、電源装置などを組み合わせたパッケージとして、 販売している小企業が数多く存在する。PIC が使われていることが多い。パララックス、インク、秋月電子通称ピカックス PIC にベーシックをロードするよりも安価であることが特徴。内蔵するベーシックは機能が豊富だが構造的な制約が多い。アーム社のセミナーの資料2005年マイコミジャーナル、レポート、指揮たす時代を担うエンベデッドプロセッサー。 増大する需要2003年1月1日 IT、都の砲弾、第15回 ARM プロセッサを知らずに暮らせない、Pentium 3よりも売れている32ビットプロセッサアー、ARM2001 年8月28日 ARM 社の2006年年間業績発表2007年2月7日、h ト t c ネットジャパン IBM、パワー PC プロセッサ3種を、上都2004年4月14日。ありがとうございます。